皆さんこんにちは本日は浜松城をご紹介します浜松城は現在の静岡県浜松市にあります昔の東東美の国ですアクセスとしては遠州鉄道の遠州病院駅から徒歩15分ほどです JR 浜松駅からは徒歩20分ほどですのでバスも利用した方が良いかと思います広い駐車場がありますので自家用車で来ることもできます 天城は三方ヶ原大地の東園にあたる弾丘に東西6 0 0ル、南北6 5 0ルの規模で築城されました堀尾義晴などの不代大,大名が城主となり改築や拡張を繰り返すも明治維新後に廃城になるとほぼすべての建物が破壊されましたしかし近年模擬天守や天守門などが復元されています 現在の浜松城は本丸周辺が城として残されており、多くの人が訪れる場所となっています。桜の季節だったこともあるかもしれませんが、体感で大阪城や小田原城並みに人が多かったです。模擬店主に入るため行列に並び、人を避けながら天守内部の展示物を見学しました。店主以外にも数箇所ある公園となった城の広場で、 ブルーシートを敷いて花見をしていたり、出し物をしている人がいたりと、相当な人数が浜松城に集結していました。私は普段、誰もいない山城に行っているため、あまりの人の多さに面食らってしまいました。また、令和5年時点で浜松城は大河ドラマ、どうする家康で大いに盛り上がっていました。城内に大河ドラマ館があり、こちらにも多くの人がいました。 年配の方だけではなく、若い人や小さなお子さんも多くいたため、大河ドラマきっかけで歴史界隈が盛り上がれば良いなと思っています。浜松城の歴史について、現地の説明板と概要欄に記した参考文献を参照しております。説明版自体について数が多く、各地に配置されていることはもちろん、それぞれ詳細に記載され図も添えられているなど、 見事でですすのでぜひご覧いいただければと思いますなお全てではないですがほとんどは英語でも表記がありますので海外の観光客にもおすすめです。浜松城は徳川家康が遠州攻略の拠点として築城し元気元年西暦1570年に入城して以来関東へ天保となるまで17年間在城しました。 家康が築城した浜松城は江戸時代実家22代を数えるほど次々と城主が変わりましたその中で老中など幕府の養殖に就くことが多かったため浜松城は出世城と呼ばれています特に有名な城主として水野越前の神忠邦国が現地で紹介されていました浜松城二の丸は本丸の東側に位置し標高は 一段低くなっております。城主の巨漢や成長が設けられており、江戸時代を通して反省の中心でした。現在は一部に市役所が建っていますが、城跡の敷地内に説明板があります。御殿など当時の建物の詳細が記されています。市役所付近から城に入ると天守に向かう道が2つあります。大手筋と絡め手筋です。 天守門を目指すと大手筋に、二の丸の説明板を横目に天守に向かうと絡めて筋になります。私はこの絡めて筋から天守へ向かいました。浜松城の地形や広場の花見客を眺めながら坂を登ると石垣が出迎えてくれます。絡めて筋と渦見門の説明板があり、石垣に埋まるような構造をしていたことなどが記載されています。 石垣についての説明板もあります荒々しい野面積みですが当時の石垣が残っているようで400年経った今もなお美しい姿を保っています説明板には図も添えて構造や作り方などが詳しく記載されています石材は機内など西国から運んだのかなと思っていたのですが浜名湖北岸の山々など現在の静岡県内で切り出されたようでした 石垣がいつ築かれたかは不明ですが、浜松城二代目城主堀尾義晴の頃、西暦では1590年頃という説が有力とのことです。当然かもしれませんが、天守付近は一番人が多かったです。天守に入るため行列ができていただけではなく、天守や天守門を撮影している人が多かったです。天守偶はの説明板を見て驚いたのですが、 平成30年の発掘調査で、天守グルア南側の内面に石垣が存在していることなどが明らかにあったそうです。つい最近も発掘調査が行われ、新発見があるのは素晴らしいことだと思います。江戸時代に2メートル埋め立てられたと考えられているなど、断面図も交え、調査結果が記されています。別の説明板には、天守グルアは、 長方形ではなく複雑な多角形をしていることこれは自然の山の形を反映した結果であることなどが書かれていました天守台の説明板には天守についての記載もあります天守台は現在復興天守閣への入り口として利用されています当時の天守は現在の復興天守よりも大きい45階だったようです 堀尾義晴の在城期に築かれたと考えられていますが、17世紀の絵図に描かれていないことなどから、江戸時代前期には天守は失われていたようです。個人的に天守の次に浜松城の見どころだと思うのは天守門です。天守門は幕末まで維持されたものの、明治6年に解体され払い下げられました。しかし平成26年3月に復元されています。 木造であることや面積や高さなど、天守門の詳細な構造は説明板をご参照ください。天守門の矢倉は中に入って見学することもできますが、営業時間にご注意ください。私は夕方に行ったため、天守門の矢倉台が閉まる直前の時間でなんとか間に合いました。天守門を出て大河ドラマ館へ向かおうとしたのですが、途中で富士見矢倉があります。 本丸北側の矢倉で、平成20年、21年の発掘調査では、3つの布石や玉石が敷かれていたことなどが明らかになったそうです。ここから下へ降りると有名な若き日の徳川家康公の像があります。この像には行列ができており、記念撮影をする人が多くいました。市役所付近から登場する際、大手筋の天守門を目指せば、徳川家康公像、 富士宮蔵を通り、天守へ向かうことになります。このルートも、私のように絡めて筋から登場するのも、どちらでも良いと思います。浜松城の敷地は広くないため、すべて回ってほしいです。令和5年に行く場合、余裕があれば、大河ドラマ館にも寄っていただければと思います。大河ドラマ館に入場しなくとも、目の前の広場には、徳川秀忠が誕生した屋敷についてなどの、 浜松城に関する多くの説明板があります浜松城は鉄道やバスなどの交通の便も良く駐車場も広いため遠東,東美の国にお越しの際はぜひ行っていただければと思います自家用車の場合浜松市役所の駐車場と間違いないようにしていただければと思います係の方が市役所に用がない方は駐車しないようにと常にアナウンスされていました ホテルがある方の駐車場と目指せば分かりやすいと思います。浜松城の徒歩圏内には、ひく城、おたの方を祀られている椿姫観音がありますので、浜松城以外にも巡っていただければと思います。大河ドラマ効果か多くの方がお参りされていました。ご視聴いただきありがとうございました。